短い時間ではありましたが今年1年の大相撲、特に大関の活躍を中心に映像をまとめていました。今日の正面の解説は元大関栃東の玉ノ井親方です。玉ノ井さん、どういう思いで今見てました？まあそうですね、苦しいね、こう時を、自分なりにこう頑張ってですね、そこまでこうたどり着いた、まあ、すごくこう苦しみはね、やっぱり十分分かりますよね、いろんなことがありましたから、はい、まあ、でもこの優勝というのはね、やっぱり一つ大きな鍵になりますからね、うん、また今度は違った意味で横綱ってい う, こうものに挑戦をしていきますから、まあ、そういう経験をしないとですね、やっぱりいけないと思いますし、うん、また責任がね、ある地位ですから、はい、まあ、でもみんな頑張ってくれると思います、うん、はい、平成18年初場所、大関栃東が優勝してから日本出身力士の優勝がずっとなくてですね、ちょうど10年目の節目に琴奨菊が優勝した、何か一つ流れが変わる年なのかなという、そんな予感をさせましたが、まさにそうなりました。そうですね、はい、まあ、横綱とのね、この力の差がね、はい、前はちょっとこうあるかなというふうに見てましたけれども、はい、今は徐々にこう縮んできてますし、はい、もう一歩でしょうね、はい、そしてそうした中で今場所は豪栄道が綱取りに挑んでいますし、そしてもう一つあと一歩足りなかった稀勢の里と、この3人が本当に今年は相撲界を大いに沸かせてくれた年でもありました。改めて今年1年の優勝力士の顔ぶれを見てみたいと思うんですが、ただこれ見てわかるようにやはり横綱も強いというね。そうですね、当たり前です。もうそれは、ね、やっぱ横綱という、ね、地位ですし、はい、やっぱり責任が重い、ね、はい、ところもありますから、はい、やっぱりこう絶対に優勝がもう条件ですからね、はい、うん、ただその横綱の牙城を少し崩した、あるいは崩しつつあるのかなという、今年1年、そして豪栄道が今場所は綱取りに挑んでいるわけですが、まあ、今年1年の大相撲ということで言いますと、毎年年末に放送しています大相撲この1年ですけれども、今日はちょっと短くしてましたけれども、たっぷりと今年はですね、ちょっと先ですが12月29日の午後6時5分から、ご覧のように総合テレビで大相撲この1年をお伝えします。北の富士さん、舞の海さんの両解説者、今日北の海さんはラジオの解説中で、あ、今日も若々しい格好ですね。あ、自分が映っていることに気がついたようですが、北の富士さん、舞の海さんの両解説者、そしてゲストとともに賑やかに今年の大相撲を振り返っていきます。12月29日です。どうぞこちらもお楽しみに。さあ、そして玉ノ井さん、今年の大相撲、今話も途中までしましたが、豪栄道が綱取りをかけているわけですが、7戦全勝鶴竜、そして1敗で春馬富士、白鵬、豪栄道、さらに新入幕の石浦という展開になっているんですが、まずこの中で昨日の相撲から鶴竜が全勝を守った一番、それから豪栄道が連敗はしなかった1敗を守った一番、取組順に豪栄道、鶴竜の順番に、それでは昨日の相撲を見ていただくことにしましょう。夢の綱取りに連敗は避けなければなりません。時間です。前回し、豪栄道ちょっと呼び込んだ、そこを返せが出た、上手が離れている、上手は魁聖だ、魁聖がいい形だ、出ていった、ここをしのいだ、しのいだ、まだまだ、しかし逆に巻き落としました、豪栄道勝ちました。やって突き落とし決まりました、鶴竜の勝ち。玉ノ井さんは先ほど鶴竜については土俵入りの時に伺いましたけど、はい、綱取り豪栄道どうでしょうか。そうですね、まあ、玉鷲に負けたので、はい、昨日の一番はちょっとやっぱりこう、硬いかなというような感じに見えましたね、はい、ただそこでこう我慢して腰をしっかりともぎ取ったというのは、ここはまた違うところですよね、成長した部分というか、そうですね、まあ、動き自体そんなに悪くないのでね、はい、昨日も両方からこう振ってですね、はい、まあ、最後勝ちましたけれども、うん、まあ、まだ先はね長いので、そうなんですね、とにかく今は一番一番をね、はい、集中して
自分のこの本来の相撲を取り切ればですね、うん、最後にそういうところにね、はい、またこういけるんじゃないのかなっていうふうに思いますけれども、豪栄道今日は関脇に返り咲いた隠岐の海戦ですが、まあ、三横綱が今優勝争い上位にいまして、そこに割って入る豪栄道、これから豪栄道がついていかなくてはいけませんからね、これにね。そうですね、はい、まあ、全勝で鶴竜がいますし、はい、まあ、いっぱいでまだ白鵬も、春馬富士もいますからね。そうですね、まあ、あとはまだ大関陣もね、はい、あの1敗では2敗でもいますから。そうなんですね、はい、まだまだあの2敗の稀勢の里、数字の上もそれからまだ先が長いということでも大事になってきますが、稀勢の里は今日は琴勇輝戦が組まれています。そして今日は照ノ富士琴奨菊、大関同士の対戦が組まれました。カド番の照ノ富士は5勝2敗で今日の中日を迎えています。東方高丸東前頭16枚目、ジョージア飛び出出身木瀬部屋、呼び出しは琴吉、行司は式守金太夫、これより中入りご取組であります。満員御礼が垂れ下がりました福岡国際センター。これから幕内の取組が始まっていきます。前半11番のまず初口、こちら休場明けの逸ノ城4勝3敗、対するガガ丸は3勝4敗という成績です。ご覧のように大型力士同士の対戦がまず今日最初の一番なんですが、両力士はこれでもかなり体重を落としてきて、今場所この九州場所を迎えています。共に話を聞きますと200キロはありませんというこの2人、四つで言いますと喧嘩四つ、ガガ丸は左四つ、一ノ城は右四つですが、どう渡り合っていくか合わせる行司式守金太夫です。左四つになりました。巻き替えるガガ丸、巻き替え合って今度は右四つは一ノ城背中、得意の上手万全、一ノ城寄り切りました。一ノ城の勝ち。巻き替え合いのあと今度は時計の右四つ左上手です。今日は向こう上面は元小結豊真将立田川親方です。立田川さん、はい、今場所の一ノ城休場明けですけども、一ノ城の今場所はどう見てますか。そうですね、まあ、場所前にダイエットをして、まあ、痩せたっていうふうに自分も聞いてたんですけども、はい、まあ、痩せた効果なのか、まあまあ、動きはいいなと思います。ああ、まあ、でもちょっと痩せたおかげで、まあ、少しパワーもちょっと減っているんじゃないかなっていう、そういう印象も少し受けます。確かにそうですね。これしかし差し手争い巻き替えになりましたけれども、立田川さん、はい、これ、そうですね、どうだったんでしょうね。そうですね、まあ、ガガ丸の当たりをしっかりと受けてですね、はい、まあ、最初は自分の四つじゃなかったんですけども、はい、すぐに巻き返しましたよね。そうでしたね、はい、まあ、胸が合ってしまうと逸ノ城のやっぱり実力っていうのがありますので、うん、はい、自分の相撲が取れたんじゃないですかね。あ、つまりガガ丸としても胸が合ってしまったので得意の左四つだけども、さらに巻き返に行ってもろを狙ってたという。そうですね、ですまあ、ガガ丸としては逸ノ城をやっぱり押し込んでいくような、はい、そういう相撲を取りたかったんじゃないですかね。逸ノ城休場明け5勝3敗と白星2つ先行で明日からの後半戦に入っていきます。画面では白黒、そして今日取り終わっての成績と括弧の中は明日の対戦相手です。確かに玉ノ井さん少し痩せましたね。そうですね、まあ、でも動きはいいですよね。動きは確かにいいですね、はい、前だとこう押されてしまうとですね、はい、何もできないような状況でこう下がってしまったんですけども、うん、今は巻き替えたりとかですね、はい、上手を取るのが早いですよね。ただ確かに立田川さんがおっしゃるようにちょっと軽いかなというねところもありましたけどね。まあ、今までその重いこの体を見てますから余計ちょっとこう細くなると軽く見えるっていうのもあるんでしょうけども、まあ、でも本人は多分今動きやすいような、うん、形で取ってると思いますよね。行司は木村秋次郎であります。まあ、先ほど白鵬のところでも相撲感という話がありました、はい、まあ、この
逸ノ城もですね、休場明け、そんなに違うもんなんですか、休場明け。自分の場合はこの土俵の、ね、土の感覚がね、足から離れると、はい、ちょっとやっぱり怖かったんですよね。稽古場の土とまたこの土俵の土っていうのは違うんですけど、はい、足元がまだバタバタするんですよ、やっぱり球場開けてどうしてもですね、まだ馴染んでないような感じがこうするんです、うん、普通に稽古してるときは全然そういうことないんですけども、はい、やっぱりこの本土俵の一番でこう相撲を取るときには足がどうしてもこうまだこう安定がね、うん、安定感がないんですよね。それは本当に取った人しかわからないですね。本当にこれはまあ自分のこう経験なんですけども、はい、そういう形でとにかくまあ我慢をして、はい、苦しんでこう相撲を取ろうというふうに言われてましたので、うん、はい、土俵上総国来と大翔丸です。今年1年ということで言いますと、左側の大翔丸は今年の春新入幕、幕内5場所目、今年は幕内に定着する土地でした。張っていきました、張り差しに行きましたが、そこを突き落とし、大翔丸の勝ちです。大翔丸星を五分に戻しました。こちら総国来は自身初の初日から5連勝の後3連敗です。ただいまの決まり手は突き落とし、突き落として大翔丸の勝ち。これはどうなんですか、大翔丸がうまくさばいたと見ていいんですか。そうですね、横からこう突き落としですけれども、はい、ちょっと総国来がね、はい、5連勝しているときは足腰がこう十分にね、はい、地についているような、ね、感じだったんですけど、はい、ちょっと今見てると足が出てないですね。そんな感じですね、はい。さあ、そして今年の春場所の新入幕が大翔丸ならば、土俵に上がった石浦は今場所の新入幕、水をつけるのが同じく今場所の新入幕の北勝富士。今場所はこの2人が嬉しい入幕を果たしました。6勝1敗と好成績で迎えた新入幕です。だいぶひげが伸びています。初日黒星だったんですが、その後6連勝です。173センチ、114キロ、鍛え上げられたこの体です。対するは旭秀鵬、こちらは長身190センチあります。東前頭15枚目、鳥取県鳥取出身、宮城の部屋、東方旭秀鵬、東前頭11枚目、モンゴルウランバートル出身、友綱部屋。新入幕で6勝1敗と好成績の石浦ですが、今年1年ご覧のように初場所は十両の10枚目、ここからコツコツと番付を上げてきました。本人も次第にこういろいろなことが身につきながら番付が上がってきた、大事なところで星をもう一つ上乗せることができた、それはもちろん8勝7敗と勝ち越したということも含めてなんですが、の1年だったというふうに1年を振り返りましたが、そのコツコツがここに来て玉ノ井さん大ブレイクですね。そうですね、この場の雰囲気に、こう慣れてないっていうのもあるんですよね。最初はこう緊張しながらやりますから、はい、そういう、 こう形でいろんなこう意味でですね、はい、一場所一場所こう勉強しながら上がってきているわけですから、はい、でも力ついてますね。この小さい体でも前にどんどん攻めますからね。今日はこの長身の旭秀鵬に対して、さあ石浦はどう攻めていくか。小さな体ですが正攻法、頭から当たって前に出ていって中に入っていきますが、ただ時折飛びます。少し動いた、上手出し投げ、新入幕お見事、7勝目、勝ち越しまであと1番。普段からしっかりと頭で当たって前に下から踏み込んでいくという相撲だけに時折この変化が効きます。
今日は向正面は元小結豊真将の立田川親方ですが、立田川さん、はい、いや足にはこう落ち着いてますね。そうですね、やっぱり石浦とやる相手はですね、まあ、あの小さいんで、まあ、石浦という力士は何でもやってきますから、はいはい、まあ、相手もちょっと迷ってしまうようなところがあると思うんですけども、まあ、この新入幕でですね、こんだけ体が動くっていうのはですね、すごいと思いますね。うん、豊真将はと言いますと、あの新入幕の場所は6勝4敗勝ち越しまであと少しとしながら、その後5連敗してしまいました。はい、今振り返ると新入幕どうだったですか？そうですね、6勝4敗で、まあ、そこまでは良かったんですけれども、はい、まあ、その5連敗の最初の時にですね、まあ、少しやっぱり幕内で、まあ立ち合いが合わなかったりなんだったり、まあ、そういうことがあってですね、あ、はい、まあ、ちょっと幕内の、まあ、空気に少し飲まれてしまったようなところがあったと思います。あ、6勝4敗という段階でもですか？はい、そうですね、はい、そこでちょっとそういう、まあ、気持ちでそれを引きずってしまったようなところがあって、うん、ずるずると連敗してしまったような気がします。あ、まあ、それだけ大事なここからの今度は後半戦ということになっていきます。石浦、そしてもちろん7勝1敗ですので、この1敗グループの中に石浦の名前は残ります。吉田さん、はい、敗れた旭秀鵬、はい、立ち合いにああやって動いてくることですが、計算してなかったですかと聞きますと、いや全然と。お、そうですか、何も考えてなかったです。確かにガッと踏み込んでくる相撲も基本なんですが、変化はある石浦なんですが、埼玉県今日は東は藤井アナウンサー。さあ、そして今度はもう一人の新入幕北勝富士が上がりました。今場所は新入幕石浦が東の15枚目、そして北勝富士は西の11枚目ということで、番付順に石浦が最初に出てきて、その後北勝富士がこうして後から出てきます。まあ、昨日だけ今場所唯一逆だったんですが、今日は西は刈谷アナウンサーです。刈谷さん、はい、ですから目の前で石浦がどんどん勝ってるわけですね。そうですね、いい刺激になりますねという話をしましたが、はい、ただそれ以上にやっぱり自分の相撲一番一番で精一杯ですと。そうです、とにかく幕の内はですね、みんな力が強いし、はい、もう本当に一番一番でですね、体が持ちませんねという話をしてますね。うん、でもこういうことを積み上げながらこの環境に慣れていくんでしょうねという話をしてますね。その中では4勝3敗というのはいいんじゃないですか？本人はですね、はい、まあ、自分の相撲は取れてるんで、勝っても負けてもまあ自分の動ける相撲は取れてますと、はい、攻める相撲は取れてますと、はい、してますね。うん、で、とにかく憧れていたこの幕内の舞台に今場所上がりましたので、はい、とにかく何が通用して何が通用しないのか、はい、それをしっかりと思いっきり攻める相撲を取って確認していきたいと。なるほど。そしてそれを次につなげたいという話をしてますね。まあ、序の口からスタートした自分ですので、幕の内にこの年末というか納めの場所で上がれていい1年でしたと。そのいい1年をしっかりと攻めの相撲を取り切って締めくくりたいですという話をしてますね。学生相撲出身のこの北勝富士ですが、数々のタイトルを取りながらいわゆる付け出し規定には達せず、前相撲そして序の口から相撲を取ってきました北勝富士。対するこちら英乃海も学生相撲出身です。返り入幕の今場所ですが1勝6敗、どうも幕の内に戻ってくるともう一つ自分の力を発揮できない左英乃海です。前に出ていくのは英乃海、ちょっと腰が入ったか、腰砕けか、あるいは英乃海どこかを痛めたのか、大丈夫か、何か脳震盪のような、どうしましたかね玉の海さん。ちょっと腰がこう入ったようなこう感じにも見えましたけれども、ね、はい、まあ、足首もちょっと悪いですからね。はい、英乃海に腰砕けがありましたので北勝富士の勝ちであります。決まり手としてはいわゆる決まり手ではなくて勝負結果ということになりまして、英乃海に腰砕け、新入幕北勝富士が5勝目を挙げました。あ、足がねちょっと滑ってるかもしれないです。右足がですねぐっと入ってしまいましたね。はい、今日は向正面、先ほどお話を聞きました立田川親方ですが、立田川さん、はい、先ほど刈谷アナウンサーのリポートを聞いていると
やはり新入幕北斗氏も親方と同じようと言ってますね。はい、そうですね、新入幕ですからね、はい、思いっきり取ってほしいですね。でも北勝富士を見てるとですね、思いっきり当たってもう馬力相撲ですね、はい、幕内でも通用していると思いますので、ですね、はい、これからもちょっと楽しみな力士がまた増えたなという感じがします。で今画面が黄色く変わって、明日のこれ新入幕同士の対戦なんですけども、親方明日はこの石浦と北勝富士、面白いですね、はい、楽しみですね。そうですね、はい、やはり、お互いに意識し合う仲だと思いますから、はいはい、自分もバルトと一緒に上がったんですけども、あ、そうでしたかね、やっぱり対戦するときはですね、はい、意識しました。そうですか。吉田さん、はい、英乃海、はい、足が滑りましたということなんですが、あ、そうです、立ち合い、今場所一番の立ち合いで良すぎましたと言っています。杉たるはなおというようなそんなことがあります。こちらはいい圧力、いい相撲を取りました北斗富士です。明日のこの新入幕同士が楽しみなところです。さて今日は日曜日、夜はサンデースポーツがあります。夜9時50分からご覧いただいています。この大相撲九州場所中日の様子、綱取りに挑む大関豪栄道を中心に小車親方が解説していきます。サッカー J2 は最終節を迎えました。J1 昇格をかけた戦いに注目していきます。そして NHK 杯フィギュアが今月の25日に開幕です。男女のエース羽生結弦選手、そして宮原さと子選手に迫っていきます。今月はマンスリーキャスターが元 DeNA の浜野番長三浦大輔さんなんですが、今一番会いたいアスリート競馬の武豊騎手と先日会ってお話をしてきました。スペシャル対談もお伝えします。どうぞ夜9時50分からサンデースポーツ、こちらもお楽しみください。吉田さん、はい、北斗富士はですね、はい、少し笑いながら、いやびっくりしたと、当たり負けてしまったんでまずいと思って回り込もうとしたら相手が滑ってくれましたと、ラッキーでしたという話をしてますね。やっぱりあれ藤井さんが言うようにや、ね、当たり勝ったんですね、英乃海はね。そうですね、いい当たりしたんですね。明日の石浦戦はですね、はい、もう変わらず下から起こして攻めていきます、うん、いう話をしてますね。明日はこの本当に新入幕同士の対戦というのはとても楽しみになっていきます。さあ土俵上は荒鷲と豊響、今ご覧いただいたように過去6回すべて荒鷲が勝っているんですが、これはあくまでも幕内での対戦成績でして、この1年間ずっと見ていきますと十両では2回対戦があって、こちら豊響が勝っています。豊響も11月16日4日目に32歳の誕生日を迎えました。回しを引きますと荒鷲立ち合いです。回しを引いた、離さない、下手投げ、左の前回しも効いていました。荒鷲の勝ち。幕の内での対戦ではこれで7回目すべて荒鷲の勝ちです。ただいまの決まり手は下手投げ、下手投げで荒鷲の勝ち。回しを取られたらまずいないかんなという表情の豊響ですが、もうまさにこの荒鷲という力士は立ち合いこれが取れるかどうかというね。そうですね、左のこの上手というか、下手を取りましたからね、はい、回しをですね、はい、ちょっとやっぱりこう豊響の相撲を見ると合い口が悪いのかなというのを感じがしますね。でも今言ったように十両ではね2回とも勝ってるんですけどね。またこうやっぱ雰囲気もね、こうやっぱ幕内になるとまた違うんじゃないですか。なるほどね、そういうもんですか。はい、荒鷲好成績です。6勝2敗としまして、明日は千代大龍、豊響3勝5敗、明日は総国来戦です。さてお伝えしていますが、九州場所中日、今年で九州場所はちょうど60回目の節目の年になります。今場所は取組の間を利用して九州場所のさまざまな思い出に残る名勝負、あるいは懐かしい映像をご覧いただいていますが、今日は今から28年前の昭和63年のこの相撲を振り返っています。
3場所連続全勝優勝、54連勝をかけます左千代の富士、時間いっぱい。大野国左で上手を取った、大野国上手を取った、右の方は千代の富士、策を入れていく。大野国いい位置を取っています。前に出ます、千代の富士こらえた、大野国出る、千代の富士ちょっと下がった、千代の富士ご覧の体勢、左の方はちょっとつけています。大野国出る、まあ、よかったね、来場所つなぐと全然違うから、まあ、自分としては一番一番という気持ちでね、まあ、最後までいけばいいなと思ってましたから、まあ、その最後が途切れることになってしまったわけなんで、まあ、私ども大変残念なんですけど、もっと残念ですよ。画面のスーパーでもご紹介しましたが、前日にすでにこの九州場所の8連覇は達成していて、あとはこの千秋楽に勝って連勝記録を53から54に伸ばすかという、その一番今ご覧いただきました。そしてそれがくしくも昭和最後の大相撲の取り組みになりました。今日は昭和63年の昭和最後の一番をクローズアップしました。その横綱千代の富士、九重親方が7月31日に亡くなりました。61歳という本当にまだまだ若い中で、千代の富士、先代の九重親方が亡くなっています。土俵上にはその先代の弟子、今は元大関千代大海の九重親方のもと稽古に励んでいます千代大龍が上がってきています。実は千代大龍が生まれたのが昭和63年の11月14日ですから、先ほどの昭和最後の相撲があった九州場所にこのように生を受けたというこの千代大龍です。土俵周りを見ますと、土俵下には千代大鳥、あるいは千代翔馬、今場所はその千代の名を受け継ぐ九重部屋の力士が幕内に4人、十両に2人、先代の教えを受け継ぎ、そして今の九重親方のもとで稽古に励んで研鑽を積んでいます。でこちら千代大龍は日体大からこの角界に入ってきましたが、その同じ日体大の2年先輩が対戦相手の妙義龍です。合わせる行司が式守与之吉に代わって制限時間いっぱいです。館内からもこのどよめきです。呼吸が合いません。一番大事なのは呼吸をしっかりと合わせる、そのために今手をしっかりつくことを指導されています。変化がありました。妙義龍の勝ち、上手投げ、立ち合いちょっと合わない中で両者がいろんな思い交錯したかもしれません。ただいまの決まり手は上手投げ。まあ、学生時代から知っている両者ということもあるでしょうし、まあ、いろんなことを思いながら立ち合いなかなか、ね、合わなかったですよね。そうですね、はい。でまあ、こう千代大龍左からかち上げみたいにこう当たってくるの分かってますからね、はい、
まあ、むしろこう右の方にこうずれて、まあ、上手を取ってですね、まあ、攻めた感じですけれども、はい、まあ、読んでましたね、何をしてくるかっていうのはね。あ、はい、なるほどね。決まり手上手投げです。妙義龍が勝ちました。さて今年も大相撲本場所今日中日でこれから後半戦ですが、今年1年を振り返っていきますと、ご覧の新入幕力士、新たな力が台頭して、そしてこの幕内、こうして見ていきますと初場所の正代は今場所上位で活躍しています。そして今場所は北勝富士と石浦という新たな力が2人加わってきました。今年1年の新入幕力士を見ていきますと、玉ノ井さん、はい、結構個性的なメンバーですね。そうですね、まあ、相撲のこう形をね、はい、持ってるこう力士が多いですよね。そうですね、はい、このうち正代、輝、大翔丸、錦木、千代翔馬で、もちろん北勝富士、石浦はそれぞれ幕内で相撲を取り続けています。まあ、この辺りがなかなか幕内に上がること、今度は幕内で定着すること、それぞれ次の目標に向かって力士は励んでいかなくてはいけません。土俵下には千代翔馬、花道の奥に錦木、輝の姿も見えます。そして土俵上は千代大鳥と竹風が上がりました。千代が敷きます。九重部屋の力士、まあ、今年の7月31日に千代の富士、先代の九重親方亡くなったわけですが、ちょうど1年前のこの11月20日はといいますと、北の湖前理事長、元横綱北の湖がこちらも62歳という若さで亡くなった日でもあります。ちょうど去年この九州場所の13日目の最中でした。早いですね、もうあれから1年なんですね、玉野さん。そうですね、はい、なんかあっという間にこう1年がこう過ぎて、はい、まあ、今日命日ですけれども ね、 そうですね、はい、あの玉野さんも去年は広報部のお仕事をされてて、そうですね、はい、まあ、身近でいろいろとこう教えていただきましたけれども、うん、はい、でいろいろその、ね、北の湖さんの病状等々の発表をされたりとかですね、ありましたよね。そうですね、はい、ですから大相撲は去年北の湖、そして今年千代の富士と偉大な昭和の2人の横綱を、亡くしたということになるわけです。その千代の富士が育てた関取の一人、千代大鳥、平成4年生まれの24歳という若手です、千代大鳥。対する竹風37歳、幕内最年長。過去は4対4という両者です。非常に低い体勢で下から下から前に押していく、こちら千代大鳥。その相手の高さを見ながら押したり引いたり、この駆け引きがうまい、こちらベテラン竹風ですが、ただあまり簡単にはたきますと千代大鳥はなかなか落ちません。そこが千代大鳥の持ち味、まあ、その辺が過去の対戦成績、押し出しで千代大鳥この1年間2勝、この1年間2勝の竹風は引き落としとはたき込みです。さあどういう展開になっていくのか、低さ勝負も見どころです。状態を揺らすのが千代大鳥の一つ特徴になっています。より低いカメラで低い押し合い、中に入ろうという竹風、下手をしっかりと取りました千代大鳥、巻き替えようという千代大鳥です。寄ります、寄り切りました、千代大鳥の勝ち。しっかりと左で下手をつかんで竹風に何もさせませんでした。おお、取れ
今日は向正面元小結豊真将の立田川親方ですが、立田川さん、はい、攻防のあるいい相撲だったと思いますが。そうですね、はい、低い者同士でですね、はい、押し合いになって、結構、竹風関っていうのは結構引いたりもするんですけども、はい、今日は引かないように、そういう下から自分も応戦していくようなそういう姿勢が見えましたね。そうでしたね。今日は確かに竹風はいなしはなかったですね、はい、そうですね、いい対戦になるようにっていうふうに思ってたんでしょうけども、はい、千代鳳ですね、はい、胸を合わせたらですね、はい、やはり圧力のある分ですね、いい寄りでしたね、はい、豊真将はこれ両力士、竹風はもちろんですけど両力士と対戦ありましたかね。はい、あります。あ、そうですね、千代鳳というのはやっぱり本当に低い、体は丸いんですけども低く低く攻めてくるんでですね、はいはい、自分もすごくやりづらかった記憶があります。あ、そして叩いても絶対落ちないって言いますね。そうなんですよね。どんどん低いのまんまついてくるんでですね、やはり自分も負けないように低さ負けしないようにと思ってました。ただ足の怪我、膝などの怪我が多くて、その重さ低さが生かしきれない場所もいくつかありましたけれども、だいぶその状態も良くなってきたか。5勝目を挙げている千代鳳です。さあ、そして今度は先場所の新入幕の千代翔馬が土俵に上がってきたところです。先場所新入幕で8勝7敗勝ち越し、今場所もここまで5勝2敗という成績です。膝のところに少し塩をすり込みました。初日あたりはだいぶこの膝を気にしていましたが、その後動きも良くなってきました。今日は貴ノ岩が相手です。こちら貴ノ岩は今年初場所の返り入幕から今年は幕内に定着しました。貴ノ岩は名古屋場所には12勝を挙げて初めての三賞敢闘賞も受賞しています。西前頭7枚目モンゴルウランバートル出身貴乃花部屋。東方千代翔馬、東前頭10枚目モンゴルウランバートル出身九重部屋。行司は木村久之助であります。先場所の新入幕とご紹介しましたが、振り返りますと藤井さん、初場所は新十両だったんですね、はい、ですからね、今年は本当にいい年だったと思いますと、はい、去年もいい年だったと言いましたが、はい、若い頃はですね、これから先どうなっていくんだろうといろいろ考えた時もあったようなんですが、真面目に諦めないでやってきて本当に良かったと思いますと、先ほどから出ています亡くなった先代の師匠ですね、はい、千代の富士の九重さんに褒めてもらえるような相撲を取って頑張ろうと、はい、こう思いながらずっと、稽古から全てやってきましたと、今でもきっと上から見てくれていると思いますということを言っていましたね、はい、稽古場で、他のたくさんいる関取衆と稽古をして、少し自分の力が通じるようになり、それから本場所でも白星が重なってくると少しずつこう力がついてきたのかなというのが分かるようになってきましたと言っていますね、はい、ただまだまだこれからですと、下から当たってね、先代の師匠のような早く前に攻めていく相撲、はい、これをもっともっと身につけていきたいと、こんなことも言っていました。確かに体系的に言ってもそういう相撲が身につきますとね、玉ノ井さん、はい、まだまだ強くなっていきますよね。そうですね、上手を取っても一気に前に出るね、相撲内容ですよね、
まだ少し変則的な相撲をねこの千代翔馬取りますけどね。そうですね、まあ、でも土俵をこう、はい、うまく使いますからね、回り込むのもうまいですし、まあ、この力士も幕下の上位に長く低迷して怪我が続いてなかなか上がれませんでしたが、まあ、今藤井アナウンサーの話にあったように腐らずにコツコツと稽古を続けて上がってきました。一方こちら貴ノ岩はこのところ着実に力をつけてきています。モンゴル出身の2人の対戦、合わせる行司木村久之助に変わりました。気をついて、両者四つで言いますと喧嘩四つです。左千代翔馬は左四つ得意、貴ノ岩の方は右四つです。叩き込み千代翔馬の勝ち。差し手争いから一気に出ていこうという貴ノ岩でした。このあたりのうまさがね千代翔馬ありますよね。そうですね、はい、ただいまの決まり手は喧嘩四つだったんでこう、はい、その形でいくのかなと思ったんですけど、貴ノ岩左が入った瞬間に出てってしまいましたよね。あ、形はやっぱり千代翔馬は左四つですからね、はい、回り込むのもうまいですし、うん、なるほどね、互いに右と左で右が貴ノ岩向こう側ですけど差せなくて、はい、交錯して、はい、でもう先にこう千代翔馬が刺すで、はい、貴ノ岩左が入って前に出てくるんですけども、はい、足がついていってないんですよね。うん、そのあたりをこう何か見透かしたように叩き落としました。6勝目を挙げた千代翔馬です。まあ、先場所も新入幕で8番8勝7敗実は12日目に勝ち越しを決めてその後は3連敗だった先場所、まあ、先場所の3連敗をだいぶ本人は反省もしていました。その千代翔馬がこれから錦木に水をつけます。輝に水をつけるのは貴ノ岩は敗れましたのでその次の千代の国と九重部屋の2人の力士がそれぞれ次の力士に水を今つけているところです。先ほどこの1年の新入幕をご紹介しましたがこちら輝は今年の初場所の新入幕力士です。先場所初めて幕内で勝ち越しも決めました。22歳、対する錦木は夏場所の新入幕、幕内に定着して4場所目です。西方輝西前頭9枚目石川県七尾市出身高田川部屋東方錦木東前頭6枚目岩手県盛岡市出身伊勢の海部屋。まず輝については向正面、今日は向正面には元小結び豊真将の竜田川親方に今日は座ってもらっていますが竜田川さん、はい、輝について豊真将竜田川親方どう見てますか。そうですね、まあ、輝っていう力士はやっぱり若い時から、はい、大器だと言われているんですけども、はい、まあ、もっともっと上に上がってきてほしい気持ちはあるんですけども、まあ、でも、すごく真面目な、相撲の取り口に真面目なあれが見えますよね、はい、持ち味魅力はどういうところですか。まあ、やはり、スケールの大きい、まあ、突き押しと、はい、まあ、四つ相撲ですね。まあ、突き押しだけではなく、まあ、四つ相撲にも最近はちょっと強くなってきたのでですね、はい、これからもっともっと磨きをかけていただきたいなと思います。
さあそして錦木については玉ノ井さんと思ったんですがもう制限時間いっぱいになってしまいましてもうガチガチの左四つですからね。そうですね。その形になれるかでしょうね。ありがとうございます。その左四つの型を得意にしている錦木、過去は1対1という両者です。しかもかいな力のある錦木、輝き今日も突っ張っていくか。突っ張っていきます。しかし錦木が前に出る右四つになりました。これでどうか錦木、ただ錦木は右でまわしを取りますと強い。あーっと錦木が出た。ちょっと何をしてしまったのか、輝き向こう側からと言いますか影になって見えませんでしたけれども、錦木の勝ち、寄り切りました。錦木が勝っています。ただいまの決まり手は押し出し。決まり手押し出しです。押し出して錦木の勝ち。向正面の辰田川さん、はい、最後これ輝きはまわしを切りに行ったんですかね。そうですね、まあ、あのこっちからあのまわし、あの右四つで下手を取ってたと思うんですけれども、輝きがちょっと自分から離したように見えたんですけれども、まあ、錦木の、まあ、おっつけですかね、はい、でちょっとその切られたんですね。あ、なるほど、切られて、あーで手繰ったんですね。なるほど。一方錦木ですが右四つで勝ちましたね。まああのこの力士力が強いんでこう回し取ると相撲取れるんでしょうね、はい、そうなんでしょうね。でもこう右が入ってですね、はい、右の下手をこう離さずに持ってましたからね、はい、前に 出れたんでしょうね。まあご紹介したように右で回しを取りますと力強い相撲を取ります錦木が、これで3勝5敗としました。輝きも3勝5敗です。九州場所中日、幕下上位5番の結果からです。ご紹介していきます。無双無限大がはたき込みで勝っています。芝が寄り切り、そして今場所あのアキレス腱の大怪我から幕下に土俵に帰ってきた豊ノ島が送り出しで勝って2勝2敗としています。海流突き出し、藤東が押し出しで勝っています。十両の結果、ベテラン北大輝が外掛けで6勝目、新十両の大翔鵬は3勝5敗、明生寄り切りで新十両星を五分にしました。返り十両山口5勝3敗、返り十両の竜電が寄り切りで星を五分に戻しています。佐田の富士小手投げ、清朗を押し出して7勝目、新十両の小柳が押し出しで6勝2敗と好成績です。大砂嵐が突き倒して里山を破りました。7勝1敗、特待生上手投げ、朝日翔引き落とし、アムールが寄り切り、佐藤押し出しで6勝目、浦引き落としで6勝目、千代丸が引き落とし、そして琴恵光が寄り切りで勝っています。それでは十両この一番、新十両の大翔鵬とベテラン北大輝の相撲をご覧いただきます。落ち着いて、もろ差し北大輝外掛け、うまさが出ました。北大輝6勝目。先場所先々場所あたりは股関節の痛みに苦しみましたが、先場所あたりからようやく体が動いてきたと話す北大輝。1敗で大砂嵐と清朗が並んでいます。そして2敗で佐藤、浦、北大輝、新十両小柳に里山という展開になっています。吉田さん、はい、先ほどの輝きですけれども、はい、相手の下手を切って相手の右の手を跳ね上げて左を巻き替えようとしたんだそうですよ。なるほど。その動きの中で逆に錦木が一気に出てきました。変わる土俵、千代の国と勢いです。過去は3対1と勢いがリードしています。去年の九州場所はこちら千代の国は幕下で相撲を取っていました。度重なる怪我で3段目まで落ちていた千代の国、しかし今年は見事に十両、そして幕内にまで復帰してきました。
名古屋場所2年半ぶりの幕内復帰という非常に嬉しい1年でもありました。対する勢いはこのところちょっと体調不十分、負け越しが続いています。ただ今場所は5勝2敗、勢いらしい前に出る相撲が目立っています。春場所以来4場所ぶりの勝ち越しを目指す後半戦勢いです。合わせる行司は木村晃之助に変わりました。さあ合わせて、合わせて、手をついて、手をついて、はい、激しい当たりだと、足が流れました、足が流れました。勢いの勝ちです。気合が乗った千代の国がその後さらにもう一回相撲を取ろうかという、そんな姿を見せまして館内が沸いたところです。ただいまの決まり手は叩き込みで勢いの勝ち。千代の国らしい非常にこう気迫の相撲を見せましたが、ただ足が流れてしまいました。いや立ち合いはすごかったですね、両者。そうですね、はい、まあ、当たり合ってちょっとこう足が滑ったのかなって感じですね、はい、これ千代の国起き上がってまた相撲取ろうとしましたよね、はい、いやもうやっぱこう必死ですからね、こう、はい、なんかこうあれじゃないですかもうここら辺でも分かってるでしょうけど、はいはい、そうですね、何か気持ちがまだ残っていたようなね。そうですね、それだけ本人としては悔しいこの結果だったんだと思います。足が少し流れてしまいました。苦笑いをしながらもう一回突っかけていくようなそんな素振りも見せました千代の国。まあ、両者の激しい当たりでしたが、しかしこれ勢いは今場所あの相手に圧力もよくかかってますね。あと立ち合いからこう右をかち上げに行き気味にですね、はい、あの刺してこう前に出てきますよね、はい、まあ、今日もこの立ち合いの圧力があったからこそこう千代の国 の体勢が崩れたって感じですよね、はい。吉田さん、はい、千代の国はですね、はい、今の VTR 見ながら、ああ滑っちゃった、あ滑っちゃったんでもう一丁という感じで体がですね反応しちゃったんだそうです、はい、あやっぱり思わず反応してたんですねあまさに気持ちがどんどん前に出ていく千代の国らしい談話です。カリアダンサーが伝えてくれました。さあ館内が大にぎわいです。遠藤登場です。西方佐田の海、東前頭8枚目、熊本市東区出身、境川部屋、東方遠藤、東前頭3枚目、石川県豊洲郡穴水町出身、追手風部屋。幕内前半戦最後の取り組みです。であります。遠藤と佐田の海両者に声援が飛んでいます。特に遠藤は今場所一横綱三大関を破る大活躍を前半戦見せています。今日も満員御礼、今場所6回目の満員御礼となっている福岡国際戦、その前半のお客さんを沸かせたこの遠藤なんですが、いや見事な内容です。そうですね、自分の形になって早くこう攻めてますし、はい、まあ、巡業中からずっと見てたんですけども、あ、はい、土俵下でこう四股を踏みながら、はい、大関横綱、と稽古してましたからね、はい、まあ、稽古場ではもうかなりいい稽古をこうしてぶつかっていましたからね、まあ、その結果が今こういう形で出てるんじゃないのかなと思いますけれども、よく体が動いてますね。確かにその通りですね、はい。そして今の画面でご紹介したように横綱大関との対戦、豪栄道戦がまだ残っています。果たしてこの遠藤はいつ豪栄道と対戦が組まれるのかというのも楽しみなところです。対するは九州熊本出身、こちらも大きな歓声、佐田の海です。過去は3対3、四つで言いますとこちら佐田の海は右四つ、遠藤は左四つという喧嘩四つの両者。九州場所は中日、幕内前半戦最後の一番です。手をついて、
手をついて、パッキオン、落ちない遠藤、出る遠藤、相撲は一方的、押し出しました、遠藤の勝ち、5勝目。役力士以外とは今日はこれが初めての対戦になりましたけれども、佐田の海を一周しました。万全の下半身、好調さを物語る今日の相撲です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して遠藤の勝ち。決まり手は突き出しです。向正面豊真将の立田川親方ですが、立田川さん、はい、いや戻ってきましたね遠藤が。そうですね、この相撲を見てたらですね、はい、この遠藤の形、前傾の形でですね、はい、もう足も出てますし、はい、この、まあ、自分の形になった時のこの破壊力ですね。なるほど、はい、強いですね。左を差し勝ちました、はい、圧力がまあ強いので、はい、佐田の海も、まあ、思わず引いてしまったんだと思いますけれども、はい、土俵際の爪もしっかりとできているので、はい、豊真将も怪我で苦労しました、はい、怪我も苦しいですけど、その怪我で稽古ができないというのがまた苦しかったと思うんですが、どうでしょう。そうですね、やはり、まあ、力士は稽古が仕事ですから、はい、まあまあ、稽古ができないというのがですね、はい、やっぱり本場所に響いてきますので、はい、まあ、稽古ができないのが一番やっぱり不安になりますよね、気持ちが。そうですね、はい、その中で稽古が少しずつできる体に戻ってきました。それが本場所一気に開花しています。ちょっと今足首、足のあたりを気にしていました遠藤、5勝目を挙げています。幕内前半戦の取組が終わりました。今日は満員御礼、そして昨日に続いての当日券もすべて売り切れて、札止め、2回目の札止めとなっています。それでは前半戦の結果をご紹介することにしましょう。大型力士同士、逸ノ城が得意の右四つ左上手、寄り切りで勝っています。大翔丸が突き落とし、そして石浦、今日も勝ちました、7連勝中、新入幕元気です。勝ち越しまであと1番、上手投げです。その後もう一人の新入幕の北勝富士も勝ちました。英乃海に腰砕けがありました。その後荒鷲が下手投げ6勝目、妙義龍上手投げ、千代大鳥寄り切り、千代翔馬はたき込み6勝目、錦木が押し出し、勢いはたき込みで6勝目、今遠藤が大歓声の中突き出しで勝ったところです。そして後半戦の取組を画面ではご紹介しています。注目、大関昇進を目指す高安4勝3敗、今日は栃王山戦です。そして何といっても今場所は注目、豪栄道です。綱取りの豪栄道、6勝1敗で今日のこの中日を迎えています。豪栄道6勝1敗、ご覧のようにまず白星を5つ並べました。ただ6日目玉鷲に敗れ、そして昨日魁聖と、それではこの昨日おとといの相撲を連続してご覧いただくことにしましょう。頭で当たり合った、玉鷲の手が伸びる、出ていく、残した豪栄道、中に入った、突き落とし、豪栄道敗れました、勝ったのは玉鷲。前回し、豪栄道ちょっと呼び込んだ、そこを魁聖が出た、上手が離れている、上手は魁聖だ、魁聖がいい形だ、出ていった、ここはすごいだ、まだまだ少し逆に巻き落としました、豪栄道勝ちました。今日の放送席は元大関栃東の玉ノ井親方ですが、この2日間の相撲今ご覧いただきましたけども、どんな印象でしょう。まあ、体は動いてますよね、まあ、ちょっとこう取り口は少しこう硬さがあるのかなっていうような見方もできるんですけれども、はい、まあでもそうなっても仕方ないぐらいやっぱり今そこに向かっているわけですからね。まあ、ただ攻めはね、はい、どんどんこう自分の体をぶつけて前に攻めてますからね、内容はいいと思いますよね、
まあ、毎日毎日すべて万全の相撲で勝つというのはなかなかできないというふうに豪栄道も、まあ、それそうかもしれませんね。まあ、もうそれはもう絶対的相手もやっぱり考えてますし、田中さんも4回の綱取り場所の経験がありますけど、はい、やっぱり独特のものがあるでしょうし、ましてや豪栄道は初めてですからね。うん、そうですね、はい。まあ、でもその中でもね、はい、自分らしさでこう相撲を取ってきてますから、はい、まあ、今日がこう中日でまた折り返しでこう後半に入っていきますけども、はい、まあ、あまりこうそういうところを考えずに、はい、一日一番自分のこうスタイルの相撲を取っていけばですね、はい、いいんじゃないのかなと思いますよね。まあ、今場所は全勝横綱鶴竜ただ一人、まあ、とにかく横綱3人が非常にここまでは好成績で揃ってきてますし、はい、この3横綱対豪栄道、まあ、豪栄道から見ると全部倒さなきゃダメでしょうね。まあ、そうですよね。まあ、でも先場所のね、はい、相撲の、はい、勝ってるね形がありますからね。そうですね、はい、先場所は誰にも負けなかったわけですからね。うん、そうですね。まあ、でもそういう、こう先場所のことがありますからね、はい、まあ、横綱は横綱でいろいろとまた考えてくるでしょうし、そりゃそうですよね、はい、まあ、でもやっぱり攻めることを軸にして取っていけばですね、はい、まあ、最後は勝機がこうあるんじゃないのかなと思いますけれども、やはり基本は攻め、そうですね、うん、まあ、右をこう差して左の上手でもいいですし、はい、取ったらもう一気に前に出るようなね、先場所のようなこう力強さがね、はい、出していければいいんじゃないのかなと思いますよね。うん、今日は九州場所は中日です。そしてここから後半戦の取り組みに入っていく幕内、後半戦は10番組まれています。まず最初の土俵に正代と栃ノ心が上がったところです。まあ、正代といいますと今年の初場所の新入幕力士、そこから順調に番付も上げ、そして力もつけてきました。特に今場所向正面の立田川さん、正代いいんじゃないでしょうか。すごくいいと思います。どの辺がいいでしょう。いや、 やはりまあ、もともと持っているものはこの力士はすごいいいものを持っていると思うんですけども、はい、まあ、やっぱりこの幕内の後半の土俵にも慣れてきたっていうところがあるんじゃないでしょうか。お、はい、まあ、本人も新入幕の初場所から少しずつ少しずつ慣れてきて経験を積んで自分の力がちょっと出せるようになってきましたかというそんな話もしていましたが、昨日は稀勢の里を破る殊勲がありました。対戦相手は栃ノ心、両者右の相四つ、ただ胸が合いますと栃ノ心です。合わせる行司翔太郎に変わりました。差し争いになっている、物差しを狙っていく、出ていく正代ですが、軍配翔太郎は栃ノ心に上げました。すぐにしかし物言い、正面審判長席友綱審判手を上げました。中日の幕内後半戦にいきなり物言い、中に入って攻めていったのは正代、叩いたのは栃ノ心、軍配は栃ノ心です。土俵際、VTR 見るからにはね、はい、右の足が残っているように見えますね。見えますね、栃ノ心がですね、はい、それから正代のこの足も返ってます、はい、ただその前に飛んでいるというその判断をどう下すかというのもありますし、軍配はまあそのあたりにもましてこちら栃ノ心に上げているわけですが、あ、ただ首ひねりましたね、何かをつぶやきました。向こう上面の立田川さん、どう見ましたか。そうですね、まあ、正代の足が、まあ、少し速いように見えましたね。あ、まあ、それぞれの角度、それぞれの高さ、近さ、さあ競技が終わりました。元関脇会期の友綱審判です。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配栃ノ心に上がりましたが、栃ノ心の出るのと正代の落ちるのが同時と見て取り直しいたします。取り直しになりました。
まあ、スロー VTR で見ますとまた違った速さに見えたりもするんですが、これあくまでもあの VTR というのは玉根さん一つの参考材料ですね。そうですね、はい、まあ、あの動きの中でこう判断をして決めているあの時もあるでしょうから、はい、今のはちょうどこう正代の落ちるのと栃ノ心がこう飛ぶのがね、はい、まあ、こう見えたような感じなんじゃないんですかね。そうですね、栃ノ心もピョーンと飛び上がってましたからね、それをどう見るかというのもあるわけなんですが、さあ取り直しになりました。差し手争いから中に入って出ていった正代ですが、栃ノ心に回り込まれてはたき落とされました。向正面の立田川さん、はい、正代から見ると自分の相撲を取ったわけですよね。そうですね、はい、まあ、あの前に出るそういう相撲は取れたと思うんですけども、はいはい、まあ、土俵際のしっかりとした爪ですね、まあ、あの一番目、まあ、正代としてはまああの出たけど、まあ、星を拾った、まあ、あのもう一丁になってですね、はい、なんでですね、はい、またあのもう思いっきりですね、うん、あの持てる力を持って頑張ってほしいです。さあ取り直しは早くも制限時間いっぱいです。両者の下がりは水桶のところに立てかけてあります。正代は玉ノ井さんもやっぱりもろ差し狙いでいいんですかね。まあその内容でしょうね。もう立ち合い当たってもろ差しに行く、一気に前に出ていきたいところでしょうね。栃ノ心は回しできれば左の上手が欲しいところですね。取り直しになりました。立ち上げていった栃ノ心、今度は栃ノ心突っ張っています。そして捕まえようというところ、中に入った、正代の勝ち。今回も正代が中に入りました。なかなか捕まえられないという表情の栃ノ心、しつこくしつこく中に入って正代6勝目です。向正面立田川親方ですが、この相撲なんかを見ていても立田川さん、はい、正代力つけてきてるんだなとよくわかりますね。そうですね、あの本当に若々しいいい相撲を取りましたね、はい、これあの栃ノ心の立田川さん、はい、勝ち上げもかなり強力だったと思うんですが、はい、栃ノ心もですね、もう思いっきり勝ち上げてきてますけれど、はい、もうひるまなかったですね。あ、改めて正代についてお願いします。そうですね、あの、まあ、同じ一門で、はい、あのまあ、正代という力士はですね、あの、まあ、稽古もやりますし、はいはい、まあ、この、まあ、彼の本来のですね、はい、まあ、相撲実力から言ったらですね、まあ、早く早くもっともっとあの上位にですね来て、上位を脅かす存在になってもらいたいっていう自分は希望がありますので、もっとこういうところを磨いてほしいというのは何かありますか。はい、そうですね、個人的にはあの立ち合いですね、もっと前傾、やはりあの、はい、ちょっと伸び上がるところがあると思いますので、その前傾姿勢をですね、まあ、あの自分は少しあの直したらまた上位に圧力がもっともっと加わるんじゃないかなと思います。確かにそうですね。6勝目を挙げた正代、今場所西の3枚目で6勝目、これは大きな白星。そして後半戦、新三役も視野に入れての明日からの後半戦ということになります。熊本の出身正代、昨日はあの関取訪問という、私どもの中井の時間に正代の実家の様子などもご紹介しました。あの熊本地震でご実家も被災されたということですが、その中で両親が、家族が、そして何よりも正代正代さん、おばあちゃんが声援を送っています。さあ変わる土俵は今度は宝富士と魁聖が上がりました。ご覧のように8対8の両者の対戦、宝富士左四つ、魁聖右四つという喧嘩四つです。で今年1年ということで
今日は中井の時間からお伝えしていますが、藤井さん、はい、今年はあの、ね、新三役も経験しまして躍進したんですが、いや本当に、ね、本人もいい1年になりましたと、はい、あの三役に上がったことによって、はい、もう一つ上に上がりたいという欲も出てきて、何より もう勉強にもなりましたと、ただ今場所はきついですねと言ってました、ね、そうです、きついですね、あの本人も、ね、腰が高くて負けが込むことで精神的にもそして体もきつくなってきました、あ、まあ、あの切り替えてやるしかありませんねということですね、まあ、確かに前線はしても白星にもう一つつながらない、そんな相撲もあります。魁聖、宝富士はこの1年間上位にずっと定着しました。先場所は新関脇の場所でした。差し手争いになります。バランスを崩した魁聖、左が入りました。宝富士、こうなると宝富士判定おい、ただ重たい魁聖、巻き替えのところを出る上手投げ、宝富士の勝ち。先に仕掛けたジレトの魁聖巻き替えましたが、そこをセオリー通りに宝富士出ました。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで宝富士の勝ち。確かにちょっと魁聖が根がないですかね。まあ、自分 の形になれないというのがあるんでしょうね。あ、まあ、今日もまあ喧嘩四つなんですけれども、はい、やっぱ相手 この形にこう いってしまってますよね、はい、ここ もう左もこう刺されてますし、あの藤井アナウンサーのリポートにありましたけれども、やはり星が上がらないとどん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 こう相撲内容も悪くなっていきますからね。まあ、いろんなことをこう考えますからね、はい、でそうするといつも通り この動きとか、体をこう生かした、ね、相撲内容が取れなくなってきて、はい、うん、どん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 こう小さくなっていってしまうんですよね。まあ、それはありますね。ご覧のように魁聖なんと負け越し、はい、どうぞ。魁聖はですね、はい、また体重が増えてきているようで200キロぐらいある。そうですか。いつもね、はい、どんぶりではなくて丼の半分とご飯はね、はい、それとちゃんこを1杯ぐらいというふうに控えめにしているのに増えてしまうということで、はい、うん、その辺をまあ本人は何か考えているようですが、ただ重いとは思っていませんという言い方もしているんですね。確かに今場所は魁聖の体が、まあ、あの負けている時というのは大きすぎるように見えるもんですが、魁聖負け越しになってしまいました。満員御礼の国際センター、外はもうすっかり暗くなっています。ちょっと失礼しました。一旦外の様子、あの先ほどのカメラだとすっかり暗くなってるんです。まだこちらの方は明るさが残ってまして、こちらはですね、大濠公園の今あの様子をご覧いただいています。それではこの大濠公園の様子をご覧いただきながら、明日の十両の取組をご紹介することにしましょう。里山と佐田の富士から始まりまして、清浪山口、北大輝に旭大星、明生に浅瀬紀流、北播磨に誉富士、阿弥錦に鶴竜、あ失礼、竜電、阿弥錦には明日竜電です。アムールに小柳、大翔鵬東龍、朝日翔に剣翔、大野翔に宇良、佐藤に千代王、琴恵光に徳勝龍、大栄翔に雨風、千代丸に大砂嵐です。まあ、大濠公園といいますと福岡城の外堀をもとにした池が今広がっていますが、市民の憩いの場にもなっていまして、ランニングなどをする人の姿も見られます。さあ、そして館内は松鳳山コールが沸き起こっています。こちらご当初福岡の出身の松鳳山4勝3敗、
碧山は1勝6敗という苦しい前半戦でした。中に入れたくない碧山の突っ張りです。小手投げ、これが呼び込んでしまったか。押し倒しました松鳳山の勝ち。実はこの両者の対戦は過去11対4と碧山がリードしていまして、現在4連勝中だったんですが、前に前にと出ました。松鳳山通算700回目の節目の日、白星で飾っています。今場所は連日このお玉子をご紹介していますが、これはあの義理のお父さんが作ってくれたもの。そしてあそこに Don't Sin Feel という文字がありますが、これはあの燃えよドラゴンのブルース・リーの言葉。これ実は松鳳山がとても好きな言葉で、考えてはいけない、感じるままに体を動かす。今日そういう相撲じゃないでしょうか。そうですね、はい。まあ、こう立ち合いこうあんまりこう今日は自分からこう当たっていかなかったんですけども、はい、まあ、下からこう当てがってこう左足差しましたからね、はい。でまあ、差したとこうちょっと無理にこう碧山小手投げきましたから、はい、まあ、そこをまあ前に出たって感じですけども、まあ、でもこうそうですね、らしさは出てますね。ですよね、はい。で特にあのこのところ四つ相撲になったのかなと思ったんですが、流れの中でパン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 と立ち合いから突っ張りますし、まさにドンツシンクフィールのブルースリーを一つ目標にという、まあ、ブルースリーの相撲を取るわけではないんですけど、好きな言葉を義理のお父さんに言って、そしてその義理のお父さんが毎日この横断幕を通路に掲げに来てくれています。まあ、でもね、あの、はい、声援というのがね、大きい、またこれ、はい、あの自分にとってのね、はい、碧山に4連敗中だったんですけどね。ですよね。拍手が起こるとそれがもう声援がね、はい、行きますからね、本人のね。成績も5勝3敗に変わりました。気持ちのいい拍手を背中に受けます。さあ、先ほどは大濠公園をバックに十両の取組でしたが、明日9日目の幕内の取組をご紹介します。総国来に豊響、秀ノ海に逸ノ城、大翔丸千代鳳、そして注目新入幕同士7勝1敗の石浦が勝ち越しをかけて、5勝3敗の北勝富士と対戦です。旭秀鵬がかまる、千代大龍に荒鷲、妙義龍に輝です。千代翔馬勢い、錦木鷹の岩、松鳳山は明日は栃ノ心です。琴勇気佐田の海、竹風に正代は過去1対1、遠藤は明日宝富士戦、過去2対2と組まれ、いう結果が残っています。千代の国に吉風です。碧山に玉鷲、新三役の御嶽海、明日は栃鷹山戦、海星に角番の大関照ノ富士、そして豪栄道稀勢の里が明日組まれました。過去は豪栄道の14勝、稀勢の里の24勝。ただ先場所は渡し込みで豪栄道が勝っています。中に入ってもろ差しを作った豪栄道、先場所の相撲がありました。高安は明日は鶴竜、全勝の鶴竜、明日は高安戦、これも注目になります。春馬富士に沖ノ海、そして結びは横綱白鵬に大関琴奨菊が幕内で54回目の対戦ということになります。吉田さん、はい、今勝った松鳳山ですが、はい、豪栄道入ってきましたね。いいですかね。どうぞ。あの松鳳山ちょっと振られそうになりましたね、小手投げ、小手投げに、はい、かなり振られそうになったと本人は言っているんですが、はい、その時にパッとこう自分で形を作ってくれました。あの左のかいなを返すような形で突きつけるように、ほうほう、これができたのでということですね。なるほどね。まさに感じる相撲を取った松鳳山。今日は東が藤井アナウンサー、西が狩アナウンサーの担当です。さあ、そして土俵上は高安が上がりました。土俵下に今豪栄道が入場してきたところです。ともに今場所の焦点、大きな焦点、豪栄道の綱取り、そしてもう一つの大きな焦点、高安の大関昇進。4勝3敗で今日栃鷹山戦を迎えています。今日は土俵下には師匠の元鷹の鶴田子の浦親方が座っていますが、師匠はここまでの相撲を
攻めが出ていない、もっともっと自分から攻めていかなくてはダメですと師匠は話していました。まあ、体調は悪くないのでやはり気持ちの問題、もちろんプレッシャー重圧はあると思うんだけれども、高安の持ち味は攻めること、攻める相撲をとにかく取らなくてはいけないと話す師匠です。確かにちょっと攻め込まれてますかね。そうですね、まあ、やっぱこう大事にこう相撲を取ってるのかな、はいはい、まあまあ、気持ちは分かりますね、勝ちたいですよ、ね、その気持ちと負けたくないという、ね、そうですね、でやっぱりこうちょっとこうぎこちなくこう硬さがこう出てて、まあ、なんか自分のこのらしさが出せないのかなっていうのがこう感じだと思うんですけれども、対戦相手はこちらも大関候補の先輩、あまり見ていきますとどんどん栃鷹山が中に入ってきます。向正面師匠が時計係、その前で高安中日の相撲です。手をついて、中に入ろうという栃鷹山、もろ出し、栃鷹山もろ出した、押し出しました栃鷹山の勝ち。高安4敗目、4勝4敗になりました。まあ、場所の直前3場所の成績が目安33勝と言われますが、その33勝のためには今場所12勝が必要だった高安。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して栃鷹山の勝ち。まあ、もちろんこれはあくまでも数字の話、目安の話ですので何とも言えませんが、ただ一つの目標としていた高安12勝がこれで今場所は絶望になりました。そして相撲はと言いますと、向正面の立田川さん、何か栃鷹山の気持ちが出てたかなという気が立田川さんしますね。そうですね、やはり栃鷹山としてもですね、まあ、栃鷹山もやっぱり大関候補と言われるような力士ですから、はい、まあ、負けたくないという気持ちは見えますね。この相撲には本当に、まあ、そういう気持ちが出てたんじゃないですかね。勝因、相撲内容でいうと勝因は栃鷹山なんですよ。やはり右差しじゃないですかね。差し勝ったっていうのと、まあ、このもろ差しですね、はい、よく前に出てますね、うん、はい、確かにそうですね。そして高安が、玉井さん、今日も攻めません、攻められませんでしたかね。まあ、攻め込んでいこうとはするんですけどね、はい、足がこう出てないですし、でまたこう四つ身に組みに行こうとするんですけれども、はい、脇がやっぱ甘いですよね。そこを疲れましたね、はい、まあ、意識ちょっとしすぎですかね。あ、確かにそうかもしれませんね、はい。まあ、大関への挑戦はもうこちら栃鷹山は再三挑戦してきましたが、高安も豪栄との綱取り同様初めての、ね、大関挑戦の場所になってますんでね。そうですね、その辺のプレッシャー、まあ、こちら栃鷹山はもう十分にその相手のプレッシャーも分かっています。さあ、九州場所は中日、ここからは今度は大関の登場です。大関稀勢の里、茨城県牛久市出身、田子の浦部屋、東方琴勇輝、東前頭4枚目、香川県小豆郡小豆島町出身、佐渡ヶ嶽部屋、行司は木村玉次郎であります。今日はまず大関の稀勢の里が登場です。琴勇輝戦です。今年1年非常に安定した相撲を見せてきた稀勢の里です。春場所、夏場所、名古屋場所と3場所続けて優勝争いを演じました。連続の綱取り場所も経験しました。しかしあと一歩その支配に届かないという、本人にとってもそしてファンにとっても歯がゆい場所が続いた今年です。そしてこの九州場所も優勝争い、昨日敗れたことで2敗と一歩後退してきましたが、もう一つ稀勢の里にはこの年間勝利数、年間最多勝というタイトルがこの九州場所かかっています。初場所からの通算白星が、この九州場所が始まるまでは稀勢の里が単独トップだったんですが、昨日敗れたことによって
春馬富士と稀勢の里が62勝、先場所全休だった白鵬が57勝、実はこの年間最多勝というのは白鵬が去年まで9年連続で獲得していました。今年は白鵬にとっては10年連続、これが非常に厳しい数字になってきています。まあこの年間最多勝の数字を見ていても本当にこの1年は安定感は一番といってもね、稀勢の里一番いいんじゃないかと思いますけどね。そうですね、はい、安定はしてたんですけれども最後の3日間ですね、はい、ここがやっぱり一つ鍵を握っていたんですけれども、はい、今場所はノーマークの中で稀勢の里チャンスの場所じゃないかなと思って見てたんですけど、そうですね、まあ、ただ今場所ちょっと左の使い方があまりにも良くないですね。ほほ、ちょっとこう左からこう当てがっていくんですけども、はい、おつける形にもなりませんし、うん、まあ、昨日なんていうのはもう本当に左をが使えずに、まあ、むしろ中に入られて前に出られましたからね。うん、まあ、もちろん白いものは何も帯びていませんが、場所前に少し肩を痛そうにしていた、そんな日もありました。今日の対戦相手は突き押しの琴勇輝。この琴勇輝も今場所は大活躍、新三役、新関脇、初金星も挙げた平成28年です。ずるずる後退している稀勢の里、ここから逆襲、よく見ています、突き出しました、稀勢の里の勝ち、6勝目を挙げました。連敗はしません、稀勢の里。突き出して稀勢の里の勝ち。これで6勝2敗としました。まあ、全勝の鶴竜とは星の差2つが昨日でついてしまったんですが、まだまだ今場所は何かこうね、優勝争いはもつれてはいきそうな感じがします。玉ノ井さんどう言いますか、その辺。まあそうですよね、はい、まだまだ分からないですよね。果たしてその辺がどうかというところですが、相撲内容はどうなんですか、稀勢の里。まあ、今日はちょっとこう琴勇輝に押し込まれましたけれども、はい、まあ、その後は自分で突き放して前に出ていってますからね、うん、ただやっぱこうなんとなくこう左の使い方がいつもになくあまり良くないような感じで見えてるんですよね。そうですか、はい、そこがちょっと気になるところです。まあ、本当だったらもうすぐ差しに行ったりですね、はい、四つ身に組み行くんですけども、うん、今場所ちょっと違いますよね。今日もちょっと攻め込まれましたもんね。そうですね、まあその場所前のその肩のね、はい、まあ、故障っていうのがまああるかもしれないんですけれども、はい、それにしてもちょっとこういつもになく動きはあんまり良くないですね。そうした中で明日豪栄道戦が組まれました。明日のこの豪栄道稀勢の里というのは特に両者にとって、特に稀勢の里にとって、この場所今場所という意味では絶対に負けられない相手ということになっていきますし、豪栄道も負けるわけにはいきません。そして土俵上にその豪栄道です。今日は満員御礼、札止め。九州場所はまだ前売り券が少し残っていまして、もう前売り券が売り切れているのは11日目の祝日と、それから14日目千秋楽、残りは後半戦まだ前売り券も残っていますし、それから当日券はもちろんあります。その中でこの豪栄道が最後まで注目を集めて、そして大きな夢を達成するか、中日の相手は隠岐の海です。西方関脇隠岐の海、島根県隠岐郡隠岐の島町出身、八角部屋、東方大関豪栄道、大阪府
宮川市出身境川部屋呼び出しは勝行であります。ご覧のように対戦成績15対4と豪栄道がリードしています。現在豪栄道対沖ノ海戦は5連勝中です。今日は母の真由美さんが大阪からこの福岡に応援に駆けつけているという情報もあります。まあ、先場所はその母の前で嬉しい初優勝を達しました。おととい玉鷲に敗れました。額をすりむきました。口の中にも砂をもらう、顔中砂だらけにしての敗戦でした。昨日も危ない場面が多々ありましたが、それでも我慢をしました。巻き落としで魁聖を破っています。一方の沖ノ海ですが、実は先場所の場所前あたりから体調不良が続いていまして、今場所ももう一つしっくりこないという話を沖ノ海しています。本人沖ノ海はなんとか大関を慌てさせたい、もろ差しを狙っていこうか、あるいはと、ただ支度部屋ではまだ決めかねていましたが、この人には懐の深さ、土俵際の粘り、そして柔らかさがあります。玉ノ井さん、この相撲のポイントはどこですか？まあ、沖ノ海は、ね、今言った通り、はい、その懐の深さと、まあ、四つ身になって相撲を取れますよね。まあ、豪栄道はこう右を差していくんでしょうけども、むしろこういう相手にはまわしを取って、ね、引きつけて前に出た方がいいのかなっていうふうに思いますね。はい、そうすると土俵際 その突き落としとかも、はい、出ないと思うので。確かに土俵際の突き落とし逆転が沖ノ海あるんですよね。そうですね。でまた上背も大きいですし、はい、刺されてしまうとどうしても窮屈になってきますから、まあ、そこはゴールドがどういうふうに考えてですね、相撲を取るかでしょうね。おととい苦杯を喫し、そして昨日はなんとか立て直してきた豪栄道、今日中日、そして明日からはいよいよ後半戦、夢の綱取りに向けてまさに正念場が始まる今日からの中日。沖ノ海に敗れるわけにはいきません豪栄道。両者の心理はどういう心理か、そしてこの突っかけでどう変わったでしょうか。立ち合い互角、中に入った沖ノ海、沖ノ海寄る、沖ノ海寄ってきた、逆転、防衛の今日も辛くも白星。ただここで物言いか、ここで物言いがつきました。中に入っていきました沖ノ海、攻め立てていきました沖ノ海、しかし最後豪栄道逆転の突き落とし。玉次郎軍配は豪栄道ですが、ここで物言いです。どうか、このかかとはどうか。この VTR ではちょっとかかとも早いような、まあ際どいですね。際どいですね、はい、いやしかし今日も攻め込まれましたね。そうですね、なんとなくこうやっぱり相撲がね、はい、ちょっとこう雑になってきているようなこう気はしますよね。まあ、右を差しに行くんですけども、はい、相手にこう左を刺されてますからね、うん、この左のかかとをがどうなのかというのかかとが残っていれば豪栄道の勝ちです。ただあの時かかとがちょっとでもついていたら沖ノ海の勝ちです。さあ5人の勝負審判が分かれました。
豪栄道としては非常に大事なこの結果。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配豪栄道に上がりましたが、競技の結果豪栄道の体が先に落ちており、宇都宮勝ちといたします。なんと豪栄道が敗れました。豪栄道2敗。優勝争い、鶴竜とは星の差2つです。行司差し違い、沖の海が大きな仕事をしました。悔やまれる豪栄道、明日からの後半戦に向けて中日は痛い黒星です。ただ今日も攻め込まれてしまいました。ここにあのモニターの画面がありまして、この映像を今豪栄道も見ています。おそらくこの最後のところを本人も確認したかったんだと思いますが、今のあの友綱審判の競技結果を聞きますと、やはり足は出ていたということですね。まあ攻め込んでいたのはね、はい、奥の海ですからね、はい、もう完全にだって沖の海がね中に入って攻めてましたもんね。そうですね、はい、押し出して沖の海の勝ち。向こう正面で立田川親方にも聞きましょう。立田川さん、はい、やりましたね沖の海。いや沖の海の本当、まあ、こういうがむしゃらにですね、はい、前に出たのがですね良かったですね。そうですね、ここ福岡は沖の海の奥様の宇多子さんの実家でもあるんです。まあ、本人は大のふるさとというそんな言い方をしていますが、吉田さん、はい、豪栄道ですが、はい、あのかかとの感触を聞きました、はい、まあ、それでも豪栄道はうーんと首を横にひねっただけでですね、はい、答えは返ってきませんでした、ね、はい、一昨日に続いて豪栄道の名前の下に赤いランプはつきません。主君はこちらの沖の海。何かしっくりこないというこの九州場所ですが、しかし今日は大関を泡立たせる相撲を取りたい、その言葉通り、ああインタビュールームに向かってくれました。この後主君のインタビューをお届けする予定になっています。大関照ノ富士、まあ、豪栄道についてはまた後ほどインタビューなどもお伝えするので玉ノ井さんにお聞きしますが、中日で2敗を喫してしまった綱取りの大関です。放送席、はい、どうぞ。放送席、沖の海関です。館内の説明を聞いた時どうでした？まあ、負けたと思ったんですけども、はい、まあ、攻めれたので良かったですね、はい、土俵際のこの感触というかどんな感じでした？まあ、足出てないなと思って、まあ、負けたかなと思ったんですけど、まあ、こういう時もありますから、はい、でも内容としてはすごくいいんじゃないですか今日は。まあ、自分は思い切っていくだけなんで、まあ、明日からも頑張りたいと思います、はい、立ち合いは一回待ったがありましたけれども。そうですね、まあ、合わなかったですね、はい、関脇に戻ってきてこれで連敗を止めました。まあ、明日から一日一番で頑張ります、はい、そのきっかけになる相撲ですねこれは。そうですね、はい、頑張ります。後半頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございました、はい、放送席どうぞ。喜びの沖の海、まあ、2勝6敗ですので多くは語っていませんが、まだしかし2勝6敗。インタビューはハリアアナウンサーでした。土俵上には今場所最初の大関同士の対戦、照ノ富士と琴奨菊が上がったところです。カド番大関の照ノ富士、そしてこちらご当所大関の琴奨菊という対戦です。初場所あの見事な14勝1敗の初優勝、平成18年初場所の栃東以来10年ぶりの日本出身力士の優勝でした、まあ、まさに今年の大相撲は大関に注目が集まる、日本出身の大関に注目が集まる1年だったわけですが、
まさにその宣伝をつけた琴奨菊です。対するはカド番大関、2連敗スタートでしたが5連勝と星を盛り返してきた照ノ富士です。連日のファンの声援を受けて琴奨菊、満員御礼の地元のファンはこの琴奨菊の動きも楽しみにこの会場に来ました。ガブることができるか琴奨菊、相手は長身懐の深い照ノ富士です。あと2つとする白星を獲得です。琴奨菊は逆に3勝5敗と苦しい星の並び、明日から後半戦です。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って照ノ富士の勝ち。今日も立ち合いから思い切って当たっていきました、踏み込んでいきました琴奨菊ですが、ただやはり今場所はもう一つ攻め切ることができません。そして対する照ノ富士の方ですが、向正面立田川親方です。立田川さん、はい、あの2連敗の時は立ち越しで心配だったんですが、その後相撲内容良くなってきませんか。そうですね、はい、自分も最初あの2連敗した時はですね、はい、ちょっとあの軽いなっていうような風な思いがあったんですけれども、はい、まあ、今日なんか見たらですね、あの大関同士で、まあ、あのこんだけ当たれてたらですね、はい、まあ、あの尻上がりに良くなっていますね。そうですね、立川さん、気がつけば6勝2敗なわけですから、はい、優勝争いがもつれていけばまだまだこのカド番大関にも可能性はあるわけですね。十分にもちろんですね、はいはい、それだけの何か好調さを伺わせる、あるいは調子の上がりつつあるのが感じられる今日の相撲ではありました。そして琴奨菊は明日は横綱戦白鵬戦を迎える9日目です。九州場所は中日8日目、残り3番、横綱の相撲を残すのみとなりました。正面の放送席は元大関栃東の玉ノ井親方です。こうした中で豪栄道が2敗目を喫しました、はい、改めて、まあ、立ち合いでちょっとこう自分から突っかけていきましたからね、ちょっとなんかこう焦りがあるのかなっていうような感じには見えますよね。昨日は勝ちましたけども、ですからこれで3日続けて、まあ、その前のあの青山戦なんかもですね含めてちょっと硬いのかな、まあ、動きがですね、まあ、そうこう見られてもまあしょうがないこう相撲ないような気がしますけどね、はい、でもやっぱりこうやっぱ大舞台でね、やっぱり今挑戦をしてますから、なんとかまたこの気持ちを切り替えてね、うん、もう負けは負けで仕方ないです。もう明日からまたそういうこう、また明日大関始まりますしね、はい、大関戦が、はい、ありますので、まあ、自分のこう持ち味の相撲を前面にこう相手にぶつけていく、まあ、そういう気持ちでいった方がいいと思いますね。かえってあの横綱大関戦の方がいいかもしれませんね。うん、そうですね、はい、そして玉ノ井さん、まあ、あの豪栄道には2場所連続の優勝、そしてないしはそれに準ずる成績が求められるんですが、はい、豪栄道自身がもちろん勝ち続ける必要はあるんですけども、これから登場してくる3人の横綱、はい、この横綱がこの先後半戦どういう成績になっていくのかというのが大きく豪栄道にかかってきますね。うん、そうですね、まあ、ただまだこの上位陣のね、はい、大関陣とまだ当たってませんから、はい、まあ、それがまあ明日から始まっていきますからね、はい、まあ、そこでどういうふうになるかでしょうね、うん、ただまあちょっと混戦になっていくのかなっていうような気持ちもありますしね。なんですか、混戦になるんじゃないのか、混戦になるのか、はい、ああの後半にですね、はい、まあ、そういった意味では全部こう当たりますから。そうですね、さっきから言ってる稀勢の里も6勝2敗、まあ、豪栄道は下がっ
手6勝2敗なんですが、照ノ富士も6勝2敗ですからね。まあ、横綱からすれば、ね、大関戦というのは、ね、はい、まあ、こうやりやすい相手もいるし、はい、やりづらい相手もいるはずですからね、はい、まあ、そこをどういうふうにこう思ってみんながこう取り組んでいくかでしょうね、うん、でそうなると後半戦に混戦になっていく可能性もありますしね、はい、まあ、まあ校長のこの閣僚がどこまでこう全勝で、はいはい、うん、引っ張っていくかでしょうね。まあ、まさに明日は稀勢の里と豪栄道と大関同士の対戦もありますし、明日は横綱大関戦も組まれました白鵬と琴奨菊、まあ、まさにトップリーグが明日から始まると言ってもいいかもしれませんね。うん、そうですね、はい、まあ、その日その日でまたこう状況が変わってきますからね。変わっていくかもしれませんね、はい、まあ、ただ一つ言えるのはもう豪栄道は勝ち続けるだけということです。今日豪栄道が沖ノ海に敗れました。さあ、そしてここから3人の横綱が相次いで登場してきます。まず6勝1敗の横綱春馬富士、吉風の挑戦を受けます。土俵下には東に白鵬、西に鶴竜が控えています。ここで時間です。初日玉鷲に負けましたがその後6連勝、ただ4日目の相撲でちょっと足首を痛めました。春馬富士自身はその日その日になってみないとこの足首の調子はわからないというそういう話もしていました。その中で気迫で勝ち続ける横綱です。過去の対戦は8対6と吉風がリードしています。踏み込みは春馬富士、ちょっと引いた、前まわし、横綱の相撲が7勝1敗としました。春馬富士ちょっと引く場面もありましたが得意の前回し、両前回し、吉風に全く何もさせませんでした。全勝鶴竜、1敗白鵬、両横綱が見上げる土俵でまず春馬富士が7勝1敗です。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って春馬富士の勝ち。立ち合いちょっとあれですかね、相手吉風ということで警戒もあったんでしょうか。そうですね、喉輪に行こうとしたんですけれども、はい、左からですねちょっと引きました、ね、はい、でもまあすぐ回しを取って早スピードある相撲ですよね、はい、本当にこの相撲を見ていても春馬富士という横綱は気持ちで取るんだなというのがよくわかりますね。もうよく全身全霊でね相撲を取るんだっていう、はい、言ってますからね、ですね、はいはい、もうこの両肘それから両足首は悲鳴を上げています。まあ、でもやっぱりこうその中でもこう考えて相撲を取ってますよね。あ、なるほど、まあ、今日もこう左から行って、はい、むしろこう手が伸びない時にまわしを逆に取りに行ってとかですね、はい、まあ、相手をこうやっぱりいろいろとこう考えながら相撲を取ってますからね。だから我々はね、気迫とか気持ちとか言ってますけど、だからこそいろんな多彩な技が出ると思うんですよ、はい、なるほどね。さあ7勝1敗としました春馬富士、白鵬に水をつけます。御嶽海には鶴竜が水をつけました。今場所の主役は次第にこの3人の横綱に絞られつつあるのか、あるいは混戦になっていくのか、そこに豪栄道、稀勢の里、さらには照ノ富士の3大関が割って入っていけるのか、後半戦も目が離せません。西方小結び御嶽海、長野県木曽郡上松町出身出羽の海部屋、東方横綱白鵬、モンゴルウランバートル出身宮城野部屋、行司は40代式守伊之助であります。その白鵬に挑んでいくのは今場所の新三役の御嶽海です。
名古屋場所初めて挑戦しましたが、この時はもう相撲になりませんでした。完全に捕まって寄り切りで白鵬が勝っています。まあ、御嶽海といいますと、ちょうど1年前のこの九州場所が新入幕の場所でした。それから1年、今日は西のリポート狩谷アナウンサーですが、はい、順調なこの1年ですね。充実した1年でしたという話をしてますね、はい、そして三役にもこの納めの場所で上がれましたし、はい、ただその1年間ですね、勉強の場所でもありましたと、はい、幕内の上位に定着して優勝を争うような歴史になるには何が必要なんだろうかということを本当一番一番考えさせられていると、うん、もちろん全てにおいてもう一段アップしなきゃいけないんですけれども、はい、中でも精神力が大事だということを感じたと言いますね、はい、やっぱり15日間の集中力とそれと気迫、とにかく相手への気迫ですね、これはやはりもっと充実させなければいけないという話をしてますね。まあ、このあたりは横綱大関と対戦して初めて分かる部分かもしれません。今日の白鵬戦ですけれども、はいはいはい、とにかく踏み込みがものすごく横綱早いので、はい、まずはもうとにかく踏み込んで当たること、うん、理想としては当たって少しお互いの間が空いてですね、その後中に入って物差しになるという動きができれば理想なんですがと言いましたね。でもとにかくまず踏み込むことだという話をしています。そして対戦相手の白鵬ですが、中入りの時間に玉ノ井さんはその踏み込みがまだ今場所ここまで見られてないんではないかというね、指摘をされましたけどね。そうですね、まあ、やっぱりこの相撲感というのはね、はい、やっぱりまだこう微妙にこう戻ってないというふうに思いますしね、うん、まあ、今日のこの相撲を見てからね、またいろいろと分かる部分があると思うんですけれども、そうですね、御嶽海はその立ち合いの踏み込みに本人も集中しているという今リポートがありました。全勝の鶴竜、そして今1敗を守った春馬富士、両横綱が見上げている中、休場明けの白鵬、新三役の挑戦を受けます。上手を引きました。中に入ったか、両足外四つ引きつけて白鵬7勝1敗。中に入れましたけれども、その前に両回し、両上手外四つになりました白鵬です。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って白鵬の勝ち。ただどうでしょう、踏み込みという点では、まあ、悪くはないと思うんですけどね。悪くはなかったですか、はい、あ、まあ、外四つのところ回しを取ってますからね、はい、力出ますよね、はい、その踏み込みです。もうここでもまわしを取ってますからね、はい、今日はあれですね、はい、あの素早いこう攻めが出たっていうような感じですよね。そうでしたね、はい、ただいい時の白鵬だと、まあ、やっぱりいい時のイメージが強すぎるので、まああのね、足故障してその、はい、あの怪我もありましたからね、はい、まあまあ、いい時はね、それはもうもっとこう下からまわしを取って一気に出る相撲を取ってましたけれども、はい、今日もやっぱりちょっとこう横からね、動き気味に上手を取りに行きましたけど ね、うん、ね、まあ、ただ、徐々にこう上げていく横綱ですからね、場所中にこうどんどんこう上がっていきますから、はいはい、まあ、今日の相撲の内容はいいですね、うん、まあ、その徐々に上げていくということでは、私先ほどトップリーグみたいな言い方をしましたけども、まさにあの横綱大関戦を迎える後半から終盤になると本当にこの人上げてきますからね、まあ、ここ一番の、ね、集中力っていうのは誰よりも持ってますから。そうですね、まあ、それ以上に経験してますからね。その休場明けの場所でどうかという注目の白鵬です。さあ結びの一番を迎えます。幕内の取り組みが20番終わりました。結果です。逸ノ城寄り切り、大翔丸突き落とし、石浦が上手投げで7勝1敗としています。新入幕勝ち越しまであと1番。もう一人の新入幕北勝富士は英乃海に腰砕けがありました。5勝目です。荒鷲下手投げ6勝目、妙義龍が上手投げ、千代大鳥寄り切り、千代翔馬はたき込み6勝目、錦木押し出し、勢いはたき込みで6勝目です。遠藤が非常に今日もいい内容でした。踏み込みからどんどん前に出てきました。突き出して遠藤5勝目。後半に入って正代が取り直しの末寄り切りで勝って6勝目。宝富士上手投げで勝って、魁聖は8連敗と残念ながら早くも負け越しが決まってしまいました。
松鳳山が押し倒し、そして栃王山を押し出して大関昇進を目指している高安4勝4敗となっています。この場所後の大関昇進が苦しくなりました。稀勢の里が突き出しで6勝目、連敗はしません。そして隠岐の海が豪栄道を破りました。物言いがつきました。軍配は豪栄道に行ったんですが行司差し違え、隠岐の海の勝ちです。豪栄道2敗に後退。照ノ富士角番寄り切りで勝って6勝2敗。その後3人の横綱春馬富士は寄り切りで勝って7勝1敗。今白鵬が寄り切りで勝って7勝1敗としたところです。満員御礼、館内はびっしりとお客様で埋まりました。熱気をはらんで汗まむほどのこの館内です。その中で単独トップの鶴竜が一番最後に土俵に上がります。まあ、目の前で白鵬と春馬富士が勝ちました。当然鶴竜としても負けるわけにはいかない今日の中日です。その中日の相手が今場所大いに前半の土俵を沸かせてきた玉鷲です。今日は向正面元小結豊真将の龍田川親方です。龍田川さん、はい、玉鷲どういきましょう。はい、まあ、今場所はすごく、まあ、元気がいい、はい、まあ、本人ともちょっと話しましたけども、はい、本人も、まあ、自分がなんでこんな調子いいのかわからないと言ってますけど、はい、でも相撲にもう思いっきりがいいですよね。そうですね、はい、まあ、迷いないですもんね。はい、本人 もう俺は思いっきり行くだけだというふうに言ってたんですね、はい、まあ、今日も思いっきり行ってくれると思いますから、もしかしたら沸かしてくれるのかもしれないですね、はい、その思いっきりに対して鶴竜としては決して引いてはいけません。3人の横綱の中で最も支配から遠ざかっているのがこの鶴竜。悔しい思いをし続けた今年1年、休場もありました。そうした中で1年納めの九州場所は単独トップでこの中日を迎えた鶴竜です。去年の秋場所以来7場所ぶりの支配に向けて鶴竜、今日は今場所好調の玉鷲が相手です。今年1年の悔しさを全てぶつけていきたいこの九州場所、鶴竜の後半戦。決して引いてはいけません。踏み込みは横綱、突き放させない。玉鷲は好調だ。攻める攻める攻める玉鷲、回しの捉え方、前に出てきた。引き落とし、鶴竜の勝ち。8戦全勝。玉鷲が攻めに攻めに攻めましたが、冷静に回り込んでいった鶴竜、回しは離しませんでした。鶴竜8戦全勝、ただ一人勝ちっぱなしで明日からの後半戦へ入っていきます。1敗で両横綱、そしてなんと平幕新入幕の西浦が続くという展開です。ただいまの決まり手は下手ひねり、下手ひねりで鶴竜の勝ち。玉乃井さん、どうだったでしょう。いや、まあ、この引くというよりも回り込んでいるような形ですよね、はいはいはい、ただ玉足は絶好調ですね。いや、絶好調ですね。もうまあ、自分のできることをもうとにかくやってますよね。前に出ることを突き押してこう出るっていうことをしてますからね、はい、決まり手は左側の下手でひねり倒したということで下手ひねりという結果になりました。今日は豪栄道が敗れて2敗となる中で3人の横綱を星を伸ばしました。明日からの後半戦がこれ玉乃井さん非常に楽しみですね。そうですね、また何かが起きるような気がしますけれども、そうした中で明日は豪栄道と稀勢の里の対戦が組まれています。今日中日8日目、解説は正面が玉乃井親方、向正面龍田川親方でした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。福岡国際センターからお別れです。